ランパルがずっと、ダブルケースを持ってらっしゃった。そこにはルイ・ロット、はあ、そしてヘインズがずっと入っていたと、はいはい、その楽器について詳しく知りたいという。彼はそうダブルケースでいつも2本持って歩いてましたね。それはね、1本はねルイ・ロットというフランスの名工が作った。ロットっていう人はゴットフロアっていうね、最初にベームのフルートをパテントを買った人の婿さんなんですよ。ゴットフロアっていうゴットフォアっていう人いたんだけど、その人の娘と結婚してるのね、ルイ・ロットはね。それでロットっていうパテントでベーム式フルートをフレンチスタイルに変えた。要するに穴開き作ったり、それからインライン、インラインにして、で作ったのがそのロットなんですよ。でそのロットが1869年に唯一1本だけ18金のフルートを作ってるんですよ。うん、でそれをどうして作ったかっていうと、実はジャン・レミューザっていうねフランス人のフルーティストが上海のアソシアシオン・ド・ミュージック・ド・シャンガイっていうね、いわゆる上海音楽ソサエティみたいな、そういうところの団体に招待されて、あの頃ねみんなねアメリカとか行ってるんですよ、フランス人が、うんうんうん、行ってる時代があってね、呼ばれてね、はい、行ったじゃない、みんな亡命じゃないんだけど、呼ばれて、はいはい、あちらで職をね、いい職が来てくれて、でその中で上海にそのレミューザっていう人も行って、で指揮したりして自分もフルート吹いたんだけど、大変活躍させてもらったわけで、上海はあの頃国際都市ですごく栄えてね、お金もあったし、でそこのソサエティの方からお金が出るっていうんで、なんと18金のムクのね18金のフルートをお金があったからルイ・ロットに頼んだんだよね。でも破格じゃない、そのシルバーと木管しかなかったですね。そう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 、そんな中で破格も破格もね、だよほど上海とお金があったってことだね。でそれはロットはそれをもちろん受けて一本作ったんですね。それが1869年、そこの樽のところにちゃんとね上海音楽ソサイティのコマンドによるって書いてある。レミューザーのためにって書いてある。すごい彫ったらちゃんとね、だからやたらなんか字がたくさん書いてあるのはそれ書いてあるんですよ、うん、でその楽器が上海に渡ってレミューザーはその楽器を使って演奏して、でそこまでは分かってるんだけど、その後その楽器がねの話はね、まあ途切れちゃうっていうかね、誰もしなくなっちゃうんですよ。まあ楽器売ってもちろんね持ってる人は持ってるわけだから別にっていう中で、一般的にはフランスではルイ・ロットの銀を使ってて、ロットっていうのはあの頃まあほとんど唯一、まあ、ボヌビルとかいろんなのもあったんだけども一番売れてた優秀ないい楽器ということで、フランスでは流行ってて、それでデランパル親子もジョゼフ・ランパルもランパルももちろんロットの銀でフルートを始めて、うん、みんなロットを使ってたんです。もう本当にまあ日本で言ったら村松みたいなもんですね。みんな村松使ってたっていう感じで、それでまあロットをみんな使ってた時代があって、そしてランパルもデビューして初めて、録音した時も銀のロットで吹いてます。でこれはまあ彼が一番最初に録音したレコードっていうのはモーツァルトのカルテット、これはパスキエトリオ、今のレジス・パスキエとかブルーノ・パスキエたちのお父さんピエール・パスキエ、うん、たちが作ってたパスキエトリオがあるんですね。そのトリオと彼は録音してる、そのもちろん録音今もあるしね。でそれが一番最初の録音です。それで、まあ、彼はその銀の楽器を使ってやってたんだけども、ある日まだ彼は20いくつだね、20代後半ぐらいだと思うんだけど、その頃お父さんがパリにいたんだけども、ジョゼフ・ランパルが、彼らはすごくいろんな人を知ってて、ある骨董商から電話がかかってきて、ミスター・ランパルと、ミスター・ランパルとお父さんね、うん、実はちょっとこれ楽器らしいんだけどよくわからないんだけどもっていう、バラバラのいろんな金のこのバラバラになった状態が袋に入ったのがね、その骨董商届いたってわけ、うんうん、でそれをちょっと見てくれないかって頼まれたから、それでジョゼフ・ランパルはすぐ行って、なんだろうそれはって言って、で行って見てみたら驚いたことに、上海の音楽ソサエティのために作ったルイ・ロット、レミューザのバラバラになったりするんだ。なんでバラバラになってるんですか、ね、それが分かんない。怖いで、これがその時に実はお父さんが本当驚いて、これが幻の、まあ噂のですよね、うん、ロットじゃないかと、なんでここにあるんだ、しかもこんなバラバラになってるんですね。これは大変なことだって言うんで、彼は全部見てチェックしたら一つも部品が欠けてなく完全なフルートができる状態だったって言うんだよね。それですぐその場で買うからって言って、おうおうおう、ね、
それ買ってちょっと実は借金して買った。単純な重さだけでも相当な額に。そうだね、うん、18金だからねやっぱり、はい、そしてそれを買って持って帰ってきてその日は徹夜で朝までかかってお父さん組み立てたら、うん、ネジ1本不足してなかった、うん、そして完璧な楽器がそこで出来上がったわけ。バラバラっていうのはじゃあ芯金とかネジとかも担保とかなかったかもしれない、うん、で全部作ったみたい。そして翌日、うん、ジャンピエール見てごらんこれが幻のルイロット、うん、18金だよっつって、うん、みんなでびっくりして、って言ってもちろんランパルがそれを使うことになるわけで、それで使い始めて彼はだいたいそれで録音ダイブしてるんだけども、でその後彼は1957年にアメリカデビューを果たすんですよ。ワシントンの国立図書館で、それは実はあのプーランクの話があるんだけど、まあ長くなるからカットしますけど、プーランクの初演をしにアメリカに行ったのが彼はアメリカデビューのきっかけなんです。でその初演をするのに本当はプーランク自身が行ってピアノ弾き渡ったんだけども、それもプーランク自身はあの時はねカルメラ派修道派の、うん、オペラ、ね、オペラあれを書いてる最中で忙しくて行けないから、でベロン・ラクロワと行ってくれっつって、ベロン・ラクロワはいつも自分の相棒だしじゃあ行くっつって、でせっかく行くんだったらリサイタルにしないかっていう話にだんだんなってきて、その時に リサイタルやっちゃったわけ、うん、その時の録音持ってますよ。アメリカデビューの時の録音も、それでもちろんプーランク吹いて、最後はプロコフィエフかなんか吹いてんだよね、ヒンデミットとかそんなのも吹いてんだけど、でリサイタルしちゃってそれが大成功を収めて、で彼はそのアメリカ行った時にこれはチャンスだと思って、アメリカではその頃ヘインズっていう会社がもうダントツにほとんどヒンズしかないぐらい大きな、他にもあったみたいなんだけど、ただ単に彼は会社が大きいからっていうだけでヘインズに行ってこのコピーを作ってくれと、ルイロットのコピーを、ロットロットだいぶ傷んでるから同じコピーを作ってくれって作ってもらってできたのが彼が生涯使うことになった29333っていう世の中で一番軽い総14金のフルートな、で彼はそれでほとんどキャリアを最後まで通した。でロットはね、まあ、11年間そのまま使ったと思うんだけど、その後はもっと歩くだけだった。でも僕が28の時に初めてニースに彼の講習会に行ったんだけど、で初めてランパルの講習会に行って演奏した時に彼そのロットを見せてくれて吹かしてもらったのね、1回だけね、うん、僕はそのロットのあれに興味あったから、そしたら出してくれて吹いてもらうんですって吹かしてくれたこと、それがあのニースで1回あったんですけど、でその後、まあ持っては歩いてたんだけど、日本に来た時もいろんなとこ全部セカンドフルートっていうかね、エマージェンシーのためだっつって持って歩いたんだけど、実際はほとんど使わなくてヘインズばっかり使ってたね。でそのうちにロットは金庫にしまってもう一本新しいヘインズを作って、それはドゥボーって1970年代だね、あの頃ルイ・ドゥボーっていう人がヘインズの社長になったんですよ。でそのルイ・ドゥボーさんが一本作ってくれたみたい、それでそれと2本持って歩いたんだけど、でそれがまたねバカなりするぐらいになる楽器で、うん、面白いのはねそれを使って吹いてて、うわすごい音だなと思ったんだけど、やっぱりなんか僕は違和感いつもあって彼も自分で違和感あったのか、必ず後半はやっぱり今までの古い29333の楽器持ってくると、ああこれだよなと思ったのを覚えてるね。それシャンゼリゼ劇場でねリサイタルバッハの夕べかな全部やった時ね、そういうことあったね。でも彼は46999かなの番号の新しいヘインズの方は彫刻入ってるやつで、結局彼はあこれは写真のためだとかって言ってそう言って最後はね持って歩いてたけどね。やっぱり1本目作ったのがあれは素晴らしい楽器でね。それで今奥さんのフランソワーズが持ち主として持ってるんだけど、金のロットの金のロットはね、うん、それでなかなか貸してくれないんですけど、まあ僕には貸してくれて、前コンベンションがあった時にパリでねあの楽器を使ってモーツァルトのゲドワをね吹いたことあるんですよ。2012年、なんかそのあたりだね、僕も見に行きました。あそっかいやそれでまああの時もなかなか貸してくれないったら変だけどね、あのもちろん国外に持ち出しちゃダメと、うんうん、それからあの調整するのにやっぱり1週間ぐらいかかるから、貸してくれたらもう渋々って感じで1週間貸してくれなかったんで、実はね3日か4日前ぐらい。それであの時原さんも来てくれて、わざわざ日本から、そして調整を全部してくれて、やっとこう、まあ、全部一応な音が鳴るようになって、それでオーツァー吹いた記憶がある。まあ本番いきなりあの楽器使って吹いたもんだから、やっぱりね吹きやすくはなかったね、うん、まあ、だけどやっぱりロットの良さはあちこちに出たのかなと思うんですけどね。まあそんなことだね、思い出としてはね。